義母先生、義母先生をご覧の皆さん、さあ、今回はですね、まあ、これまで、義母先生の動画をいくつか上げてきましたけども、そのコメント動画の下にね、あのコメントで、メッセージをくれてる方たちに、いただいた質問に答えていこうかなと思っております。まあ、答えになってないぞと、言われる質問もあるかもしれませんが、僕なりにね、答えられるものは答えていきたいと思っちゃいます。そういう回にしましょう。さあ、第6回、三線でカエルの合唱を弾いてみたの回で質問がまずありましたね。まるさんから、義母先生、いつも楽しみにしています。先生は弾かれる曲はアンプされているのですか？私はクンクンシーが覚えられなくて困っています、というメッセージいただきました。まるさん、ありがとうございます。そうですね、まあ、発表会などで、演奏する、決まっている曲は基本的に覚えましょう、頑張って、私もそうしております。琉球舞踊の地方なんかをするときには、歌詞は見たりするんですけども、基本的に指はもう全部、ね、アンプします。本番とかでは、そうですね、まあ、なかなか長い曲なんかはね難しいんですけど、まあ、例えば僕の長い曲の覚える方法としては、まあ、もう本当にこればっかりはね、本当にその覚えることをね教えることはできないので、本人がねもう覚えるまでは本人のこの作業ではあるんですが、僕のやり方、覚えるコツとしては、例えばクンクンシーありますよね、これをブロックで分けて覚えるという方法をしております。例えば最初の4行だけをもう繰り返し練習して、この A ブロックとしましたら、ここだけを何回もやって覚える。でこっち次の4行は B ブロック、 B ブロックも何回もやって集中的に覚える。で B も覚えたら A と B を組み合わせて A と B を何回も繰り返す。で最後 C を、C だけ覚えて、覚えたら ABC を繰り返してやる。その、最後全体の反復練習もやる。そういう形でブロック分けをして覚えると結構覚えますよ、覚えやすいですよ。第13回、沖縄の笛龍笛を吹いてみたの回で質問がありました。吉成彩香さんかな、ありがとうございます。いつも楽しく見ております。大阪ライブありがとうございました。大阪ライブ来てくれました、ありがとうございます。やってますんでね、ライブギバカズヤ来てください。龍笛はとても大好きです。嬉しくライブで聴かせていただいてます。三線初心者ですが、宇宙と掛け打つ、それと八の弾き方が難しいです。お忙しい中すいません、教えていただけたら嬉しいです。宇宙と掛け打つ難しいですね。これまでいくつか紹介してきた宇宙と、左手を使って出す宇宙と、ここは右手で弦を弾かない状態で音を出さないといけないので、やっぱり難しいです。音が出ないという方も多いんですけど、これも根気強くですね、なるべくこう勢いをつけて音を出してみてください。宇宙と掛け打つ、掛け打つは下からすくい上げる音ですけど、これもね、意識して、まあ、強すぎず弱すぎず、絶妙に、出してみてください。難しいんですけどね。さあ、そして八の音が難しい。八の音はちょっとね、下げないと出ないですね。これは、7の音が、4の音の1オクターブ上なので、それで固定をして、そこから八を探してみてください。すると、八の音きれいに出ると思いますよ。第16回、等身大の早弾きを弾いてみよう。この回で質問がありました。池さんかな。私にとっては YouTube チャンネルで3本指に入るぐらい分かりやすい等身大でした。ありがとうございます。高5、7の後に7で掛け音を弾いて一気に弾き切り、4を1セットにして繰り返すのですね。とても覚えやすかったです。バチのアップで掛け音入りの動画、動きをお見せいただけると幸いですと、ありましたね。バチのアップ、ここのアップで、多分見てみたかったと思いますけど、まあ、そのね、回はちょっと上げてないんですけど、まあ、よかったら、義母和也ライブ、等身大結構弾いたりしますのでね、義母和也ライブに来てください。義母和也ライブ来たらもう、いくらでもこのアップで、あなたの前で演奏してますんでね、こんな感じでいいのかな。第18回、初心者がやりがちな、弾き方の悪い例を解説の回で、質問コメントがありました。義母先生、なんで三線は薬指を基本的に使わないのでしょうか？薬指を使いたくなるときは結構あります。テンポの速い曲では、薬指も使われている印象がありますという、質問ありました、ありがとうございます。そうですね、薬指はあまり使いませんよという回を配信してきましたけども、古典
クラシックでは基本的に薬指は NG とされていますけども、まあ、それ以外のね、最近のポップな曲、ラダソフトとかシマウタとかね、それ以外のそのポップな曲は薬指使ってもいいかと思います。クラシックで弾くときにちょっとね、小指を使いましょうということで最初を習いますけど、僕もね、遊びで弾いたり自分の曲弾くときは薬指も使って OK です。ぜひね、曲の、演奏する、まあ、場所とかですね、合わせて使い分けてみてください。はい、第20回、三線を洋楽器と合わせる時のコツ、ポイントを解説の回。この回で質問がありましたね。ギターの F のキーとはカポをどこにつけたらいいですか？いい質問ですね。ギターやってるんでしょうね、多分ね。そうですね、本調子の真ん中の弦のキーに合わせましょう、高さに合わせましょうということを言ったかと思いますが、その回その日は多分 F のキーでやってたと思います。多分 C 進行でね練習されてるかと思いますけど、 C 進行でやる場合は、F のキーはカポ5ですね。カポ5の時に C で弾き始めてください。合ってます？F コード、そのまま F コードで、弾く場合は、カポなしでもいいんですけど、C 進行の曲でね、C 進行で練習してる場合はカポ5になりますのでやってみてください。ちなみにカポ、4は E、E のキーはカポ4とかね、C 進行で練習されてる場合は、そういうキーが変わってきますのでやってみてください。はい、第23回、三線の運指5フラットや中フラットなどのマイナー音階ポジションを紹介の回で、質問がありました。酒井さんかな、ありがとうございます。いつも三線片手に見ております。基本的なことかもしれませんが、いつか動画でバチの当て方をやってほしいです。なるほど。爪が弦に当たるときに高い音が同時になったり、ギターの経験があるからかストロークの癖が抜けなかったりしてしまって、せっかく弾けるようになった曲もなんだかいまいちです。ぜひ、爪バチの当て方をやってください。なるほど。そうですね、まあ、バチのこうやり方がっつりはやってない、来てないですよね。やりましょう。簡易的な感じですいませんが、でも高い音が鳴ってしまうって言ったのは、弾いた後にこの弾いた後多分弦にバチが当たって、このビビリのビビリって音が高い音のことだと思いますけど、三振の場合、例えばウージル一番上の弦を弾いた時には、弾いた後に、バチをこう浮かせるんではなくて、こう中汁に乗せてあげてください。中汁の場合はミ汁に、わかりますかね。そうすることで、指が固定されて音が、バチに当たらない、弦に当たらないので、そのさっきのねっていう音が鳴りづらくなると思います。ミズルはそのままもう離してあげましょう。なるべく弾いた後にこう浮かせるんではなく、バチは固定してあげる。それでこう高い、ビビリの音がなくなるかと思います。わかった。そういう感じです。第27回、古典音楽、グイムシを弾いてみたの回で、質問がありました。イートーさん、毎週楽しみに拝聴しております。リクエスト、イニマジンを弾いてほしいです。新人賞に向けて練習していますが、ポイントなど教えてほしいです。イニマジン節ね。これは古典の、これまで紹介してきた三線のコンクールと言われる試験の新人賞の曲だと思います。新人賞の曲で、しかもこの曲は多分ね、演奏するとね、もう10分ぐらいするのかな？ 10 分、15分ぐらいの曲になるかと思いますが、今回イボ先生ではできませんでしたね。はい、すいません、これはもうすいません。中節の回で質問があったのかな。中節の回がありましたけども、中節をお願いしますという、演奏をお願いします。中節も全部弾いちゃうと30分ぐらいありますので、とりあえず義母先生ではちょっとできないんですけども、そうですね、義母先生がいつかまた教室を始めた時にじっくりお教えしますので、中節その時一緒に頑張って覚えましょう。これは篠笛の笛の質問ですね。拝見、いつも拝見させていただいております。ありがとうございます。小雨チャンネルさんですね。篠笛を練習しています。流笛とは、音の響きが違いますが、指の使い方や、笛の構造は同じなのですね。篠笛も何曲か吹けるようになりましたら、流笛も吹けるようになるのでしょうか。吹けると思います。基本的にその音の出し方は同じなので、まあ、指使いとか穴の数も違うのかな。あれ7つありますよね。
沖縄の時は多分6つだったと思います。まあそういったその細かな指使いの違いはありますけど、まあ基本的に篠笛が吹ける方は、その筒に穴を開けてその音を鳴らすという、まあ基本的なその音の鳴らし方は同じだと思いますので、きっとね、篠笛できる方は吹けると思いますし、流的できる方も篠笛すぐに吹けるようになるかなと思いますよ。はい、第43回。三振を買う前に知っておくべき伝統的な7つの型を紹介。やりましたね、こんなのもね。さあ、その中で質問がありました。中根さんかな、中根さんから、いつも楽しく拝見させていただいております。ありがとうございます。最近、ペグ三振もいいなと思っているのですが、義母先生はペグ三振を弾いたことはありますか？弾いたことがあれば感想をお聞きしたいのですが、と。ペグ三振、ペグ三振、皆さん知ってます？これ普通の三振ですけど、これね、こういう感じの、ペグになってるギターみたいなやつになってる三振があるんですよね。あんまりこの知らない方も多いと思いますけど、まあ、三振屋さんとかがね、結構そういう新しめの三振をやってると思います。あれはですね、あのチューニングがこのからくりね、これまでやってきましたけども、こううまく回さないとこう戻っちゃいますよね。こうキュリキュリって戻っちゃうことがないように、比較的その細かなチューニングも合わせやすい、そしてまたずれないように作ってるかと思います。僕は結構好きです。ただあれはその僕の、そのなんていう、三振の師匠とかその古典の人たちは、いやあれは三振じゃないっていう人もたちもいますけど、僕は個人的には好きですね。まあ、それこそその場所に合わせて、まあ、古典の舞台とか発表会では使わないんですけど、例えば自分の好きなライブとか、そういう時には非常にこう音もね、チューニングも合わせやすいですし、あれはあれで、いいと思います。弾いたこともあります。まあ、持ってはいないんですけど、それはそれで、一つの楽器として特化してると思いますのでね、場所に合わせてぜひ演奏してみてください。さあ、今回は、これまでアップしてきた動画への、まあ、コメント質問にお答えする回にしてみました。そうですね、まあ、いろんなこう質問やっぱりこうあると思いますし、僕もね答えられたか分かんないんですけど、とりあえず答えられるものは答えてみました。まあ、そのいろんなこう方、そのネットでも出してますけど、そういう方たちのいろいろレビューも見てみてくださいね。それで僕のも参考にしてみてください。さあ、昨年のですね、2019年8月24日にスタートした義母先生、YouTube 企画第2弾ですね、1年ぐらい、がっつりこうやってきましたね。もう50本ぐらいかな、49回目、なりますけども、とりあえず、次回の50回、を、節目で1回終了したいと思います。まあそうですね、ベンビー君と義母先生、もう5本、そしてこの義母先生単体のやつも、まあ、50本ぐらい出してきましたけども、ベンビー君と義母先生はですね、ちょっと新型コロナの影響もあって、まあ、ちょっと今のストップしてる企画とかもありまして、この先ちょっとどうなるか分かりませんけども、またこれはこれで、進んだり、出来上がったりしたら定期的にというか、定期的に毎週土曜日のアップはもうなくなるんですけど、上がり次第、またお知らせしながらね、アップできたらと思っております。来週までまたやりますんで、来週も見てください。義母先生でございました。サンキュー、バイバイ。